母の日の壁面飾り用に大きなカーネーションの花束を作りました。まずワードで文字を作り、プリントアウトして周りを切り取ります。次に花束の包み紙の位置を決めます。リボンを置いたらカーネーションを一番外側から置いていきます。一度包み紙を外し、カーネーション、包み紙、文字の順に貼っていきます。カーネーションの間にかすみ草を貼り、全体にかすみ草を散らしたら出来上がりです。花束を包む紙は四つ切り画用紙と不織布を使います。画用紙を細長く半分に折ったら、不織布も半分に折って間に挟みます。そして端の方をホッチキスで留めます。鉛筆で薄く線を描いたら、角を丸く切り落とすようにハサミで切ります。輪になっている部分も不織布と一緒に切り落とすと、同じ形の紙が4枚できます。残っている部分を扇形に切り、花束の持ち手を作ります。カーネーションの位置が決まったら、一旦リボンを外し、持ち手のところを貼ります。画用紙の裏にたっぷりと液体のりをつけ、不織布の上から押さえて台紙に貼り付けます。カーネーションを貼る前に包み紙を一旦外すので、後で貼る位置がわかるように印をつけておきます。包み紙はカーネーションをずらさないように押さえながらそっと外しましょう。カーネーションの花や葉っぱの作り方は別の動画がありますので、そちらをご覧ください。カーネーションは持ち手に近い方から貼っていきます。ずれないように茎を押さえて花を持ち上げ、裏に糊をつけて貼り付けます。これを繰り返していきます。一番外側まで貼ったら不織布を置きます。その上から画用紙を少しずらすようにして貼り付けます。画用紙を裏返し、周りの部分に不織布を通して台紙にしっかりと貼り付くようたっぷりと水のりをつけます。画用紙を上からしっかり押さえ、不織布も一緒に貼り付けます。反対側も同じようにして貼り付けます。画用紙の重なっている持ち手部分を隠すように上からリボンを貼ります。リボンは画用紙を幅4センチに切って作ります。長さは20センチぐらいです。2枚重ねにして半分に折り、角を折り目に向かって斜めに切り落とします。切れたら2枚をバラバラにして、細い方を糊で貼っておきます。長さ20センチの紙帯を5センチほど切り取り、長いリボンと同じようにして作ります。長いリボンと短いリボンをセットにして貼っておきます。5センチほどに切った紙帯を三つ折りにしてのり付けします。これにのりをつけてリボンを裏返しに貼ります。短い紙帯でくるむようにして貼れば、リボンの出来上がりです。カーネーションの間に糊をつけ、かすみ草を貼っていきます。かすみ草はコピー紙を梅の花のパンチで抜いたものを使いました。不織布のところもめくって貼っていきます。全体にかすみ草を散らして、母の日の壁面飾りの出来上がりです。